はい、本日はですね、ゴアテックスはどれぐらいの水圧まで耐えれるのかという検証動画を撮っていきたいなというふうに思います。で、ゴアテックスっていうのはですね、前回も動画でお話してるので、動画の概要欄説明欄に載せておくんですけども、防水の生地を使ってるっていうことで、どれぐらいの水であれば防水機能は保てるのかっていうところの検証をしていくんですが、でゴアテックスの公式の文では一応耐水圧っていうのが 45,000mm というふうに書いてあるんですが、この 45,000mm って言ってピンとくる方って結構少ないとは思うんですけども、僕もちょっとこの 45,000mm ってどれくらいかちょっとわからないんですが、実際どれぐらいの水圧やったら防水できるんかっていう検証していきたいなというふうに思います。ではですね、早速検証動画見てもらいたいなというふうに思うんですけども、一応水圧は3段階強さ用意してて、弱、中、強というふうに用意してるので、それで検証していきたいなというふうに思います。ではどうぞ。はい、それでは検証していきます。まずこのようにグレーの上下のスウェットを着用してるんですが、これはどれぐらい濡れるのかっていうのが一番分かりやすいので、グレーの、スウェットを着用してます。ちなみに濡れるとこんな感じで色が濃くなるので、これで濡れたかどうか分かるかなと思います。でこの上下の、スウェットを着ている状態で、上下ゴアテックスのジャケットを上から着ていくという流れになってて、パンツを履いて、でこれ上も、ゴアテックスのジャケットという形になっているので、これも着用していくという感じで、しっかり前も締めて、で、ちゃっかりゴーグルも用意してますが、ゴーグルもつけていくという感じになっております。で、これで上から雨を垂らしていくんですが、1分間垂らしていきます。こんな感じでずっと1分間垂らしていって、角度変えるとこんな感じでずっと雨が当たってるんですが、これは実は弟が協力してくれてて、弟が家の、シャワーでずっと浴び続けて、水をやってくれ続けておりますという感じで、こんな感じで水がずっと上がってるんですけども、一応このジャケット上下は両方とも防水機能があるので、本来なら水が入らないであろうということで、一応1分間で続けてみようということになってるんですが、普通の小雨よりかは全然雨が降ってるぐらいの水圧というか量になってると思うので、小雨ではないというふうには思います。結構降ってるなっていう、雨の感じを再現してるんですが、一応首元とかはちゃんと全部締めて、で、ドローコードといって、この顔周りの部分もしっかり締めて水が入らないようにしてますので、純粋にジャケットから浸透しないかという検証になっております。残り5秒ですね。はい、じゃあもうちょっとシャワー終わります。はい、ということで、1分経ったので今から脱いでいきたいなというふうに思います。まずちょっとこれを払わないと、この水滴でスウェットが濡れちゃったらあれなんで、一回ちょっと独特の動きをしてますが、これで水を払ってぴょんぴょん払いながら、ジャケットを脱いでいきたいなというふうに思います。やっぱり1分間もずっと濡れてるとかなりジャケットが濡れてるので、一回払わないといけないって感じなんですが、こんな感じで見てる感じでも全く濡れてないと思うので、生地から、水が浸透するということは上の段階ではなかったです。で、下のズボンの方を見てもらっても、ズボンの方でも、水が浸透してる様子っていうのはないので、これもしっかり防水、雨程度であれば問題ないかなと思います。ではですね、次は、レベル2ということで、弱、中、強の中ですねをやっていきたいなと思います。これは次前から、これが結構強めのストレートの、シャワーというか、水圧をかけていく。ちょっと体が動いたんですが、水圧としては結構強めな水圧になっているので、普通の天気でいうところの、嵐までいかないんですが、大雨っていう感じになってるかなというふうには思います。はい、という感じで、これは一応上からかけてないので、まんべんなくかかるようにちょっと回って、背中とかも濡れないかっていう感じでしっかり回ってかけていってもらっております。下のパンツの方はですね、ちょっと撥水性がないので、もうベチャーとなってますが、上のは若干撥水性があるので弾いてますが、機能としては全く変わりないので、防水で中に水が通らないであろうということなんで、そこの水が弾いてるか弾いてないかはちょっと今回はご勘弁していただければなというふうには思います。ということで残りは5秒ですね。これ日常生活では結構強めの雨やと思うので、ここまで雨降ってるって結構少ないかなと思うんですが、一応中の雨っていうのが、雨というか水圧っていうのがこんな感じでした。で、これも水滴がスウェットにつかないように一回ちょっとちゃんと払って、で、首元をずらしてゴーグルも外して、で脱いでいくという感じになっておりますが、さあどうでしょうか。スウェットは濡れていないですね。はい、上の方はスウェットが特に濡れてる様子は見受けられません。色が濃くなってる感じもないので、濡れてないということですね。で、足の方も下半身もそうですね、濡れてはいないですね。
出てないですね。ちょっとこの膝のところ濡れてるのは後でどういうことかっていうのが分かるので、この時僕も気づいてないんですが、3回目の今日でやった時に分かったんで、まあ、そこは後で見ていきたいなと思います。まあ、基本的には濡れなかったと、水は浸透してないということになっております。で、高圧洗浄はこんな感じで床とかこびりついた汚れすらも綺麗になるぐらいで、体に当てていくんですが、この際は必ず手とかに当てないように、これはプロのもとやってますので、手とかに当てると傷ができたり切ったりとかする可能性があるので、まあ、必ずジャケットに当てるというプロが行っております。ちなみに水圧が強すぎて腰からちょっと水が入りそうやったんで一旦中断しました。では、1本目やっていきます。まあ、こんな感じで当てていくんですが、これはちょっと立ってるのでもちょっときついかなというぐらいの水圧になっておりますので、まあ、天気でいうところの嵐っていう感じかなというふうには思います。なので本当に手とかに当てちゃうと切れて血が出たりする恐れがあるので、まあ、これは必ずジャケットの上に当ててるということになってますので、良い子の皆さんは絶対真似しないようにお願いします。はい、両方ともかける方もかけられる方もプロがやっておりますので、よろしくお願いしますということになっておりまして、まあ、こんな感じでバーってまず前を1分、30秒ほどザーッと濡らして、後ろもザーッとこんな感じで濡らしていくので、この時も結構背中押されてるような感覚で、これちなみに言ってなかった僕なんですけども、まあ、背中がガーッと押されてるぐらい、まあ、水圧が強いなっていうような感じは受けております。はい、なので、まあ、立ってるのがやっとなんで、まあ、これで、まあ、実際どうなのか、まあ、実際これ使える水圧の中では一番強いのを使っておりますので、これ以上強い水圧っていうのは業務用じゃないとないので、家庭用ではこれがもうマックスだったんですが、1分間濡らしてみましたという感じで、またこれ、水しぶきを弾いていって実際濡れているかどうかっていう確認なんですけども、どうでしょうか。濡れてはないですね。腰の方が若干濡れてるのは、多分最初にこう風からヒュッて入ってきて、この腰から風が入ってきた時に止めてなかったんで、ちょっと水滴が飛んでるんですが、浸透してるわけではないと。で、次はズボンを脱いでみても、特に色が変わってる箇所は見受けられないんですが、ちょっと膝のさっきのところですね、ちょっと膝が濡れてるのに気づきましたね。なんでかなと思ったら、パッと、あ、これかっていうのが分かったんですが、ちょっと今から近づいていくんですけども、これが切れるジップで取れるタイプになってるんですが、ここに若干隙間があって、この隙間から入ってるという形になっておりました。というのが実験終了です。はい、という感じで、まあ、水圧のチェックをしてみたんですが、弱中強どれも水はジャケットの中に入ってこなかったということで、隙間から入ってくる部分というのはしっかり締めれば大丈夫なんですけど、ジャケットの上から水が浸透してくるっていうことはなかったです。で、ちなみにその最初に言った4万5000ミリっていうのはどれぐらいの水圧なのかということなんですけども、300ミリっていうのが小雨程度、1000ミリっていうのは大雨というふうに言われてるらしいので、4万5000ミリっていうのはまあ、雨としてはものすごい異常な雨ですし、でそこまで行けばもしかしたら浸透するかもしれないんですが、正直4万5000ミリの雨が降って多分立てる人ってほとんどいてないと思いますし、水圧がすごすぎて立ったりとか身動きが取れない状態だと思うので、まあ、普通の自然の環境で使う分、まあ、高圧洗浄機も自然の環境かって言われたらちょっと微妙なんですけども、高圧洗浄機ですら立ってるのが結構厳しいっていうぐらいやったんで、それこそ業務用の車の高圧洗浄機とかあって、もしやった場合はおそらく立てない、もしくはまあふらつくっていうぐらいのまあ雨の量なんじゃないかなというふうには思います。まあ、ということになってるので、まあ普通に日常で使ってる部分では防水にきっちりなってるんじゃないかなというのが、まあ今回の検証結果っていうことになってるんですけども、ゴアテックスっていうのは、まあ下の動画説明欄の動画でも言ってるんですが、ちょっとでも隙間があったりとか、キノコが飛んで穴が開いちゃうと、さっきの膝みたいに微妙に濡れたりとかするので、まあ、穴が開いてなければあれだけ水圧があるような水を浴びても防水機能というのがきっちり保てるということになっていて、まあ、その機能が永続的に続くというのがこのゴアテックスということになっているので、まあ、ゴアテックスは今世界にある生地の中で、まあ、一番防水性が高いんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちなみに他の防水生地とかもいろいろあるので、まあ、そういうのも使ってみて一回検証はしてみたいなと思うんですが、まあ、今回はゴアテックスは本当に濡れないのかという検証をしてみました。ではですね、本日は以上となります。ありがとうございました。